小小杉は東京都港区出身のアクション映画俳優。本名は小杉小一。英語、演技、武道を通して国際的な俳優、人格の育成をする小小杉塾の塾長でもある。長男のケイン小杉、次男のシェイン小杉も俳優。次男のシェインは小小杉塾日本校のスーパーバイザーも務める。日本大学第三高等学校在学中。 六大学野球に憧れていたこともあり、慶応義塾大学を受験するが失敗。高校卒業後、浪人して再度慶応義塾大学を受験するが2年連続で失敗した。ショックのあまり自宅近くの川で自殺をしようと決意した自宅の二軒隣が苗屋さんだったこともあり、そこから両手足と首に重りをつけるために夜中縄を数本拝借した。 本人は死んだらお返ししようと思っていた。そうして川に飛び込めば簡単に死ねると思っていた。しかし自殺を実行する直前姉からもしかしたらお前は外国で成功するのではないか。と言われ姉に片道航空券を買ってもらい、また現金120ドルを手渡され単身渡米。1日5つのアルバイトをしながら学業と空手のトレーニングに励む。 大学在学中に仲間と最初は同好会、次に部を作りうまくいったこともあり、空手道場を開いた。全米各地、メキシコ、カナダの空手大会に参加して、各地で優勝。圧倒的な強さで名前が知れ渡り、空手道場は繁盛したという。アメリカで俳優として成功したいという夢を叶えようと多数のオーディションに参加するが、 ネイティブの英語が話せない言葉の壁で、下積み生活を余儀なくされる。時には、水だけの生活を強いられたこともあった。仇役の忍者、長谷川として参加した1981年公開の、萌えよ忍者で、滝壺に飛び落ちる危険なシーンを見事にこなしたことが、評価され、以降の作品では、武術指導を兼ねて主役に抜擢される。主役を務めた忍者シリーズは、 日本未公開が多いため日本ではあまり知られていないが、全米各地で忍者ブームが起きるほど話題を呼び、日本人として初めてアメリカのアクション俳優スターの仲間入りを果たした。1990年公開のカブトカブトでは、主演と共にプロデューサーも担当し、以降の作品では、プロデュース、脚本、演出など幅広く活動するようになる。1994年に、 忍者戦隊、カクレンジャーの28話、29話でゲスト出演。息子のケインコスギと親子出演をした。キレのあるアクションを忍者を絡めて披露したこの回は、カクレンジャーの中でも特に人気の高いエピソードの一つとして知られる。1998年にハリウッドで小コ杉塾を開いてからは、日本各地に塾を展開している。息子のケインコスギが独立した時、 激怒して、ケインに感動を言い渡したことはよく知られている。2007年4月3日のズバリ言うわよ。スペシャルにゲスト出演した際、ショーコス杉が語ったところによれば、感動した最大の原因は、ケインが独立時に翔の弟子の一人を無断で引き抜いたことであった。2008年オリジナルのエクササイズ楽曲であるショー、コス杉のレッツ、タオルサイズ、を発売。 PV では従来の厳格なイメージからは想像できないほど様々なキャラクターを演じている。作曲にはキャッツアイなどで知られる小田雄一郎が携わったノンフィクション小説ありがとうございます。